はい、こんにちは、116インツです。スプリングトレーニングまであと1ヶ月ほどに迫ってきましたが、今回は2024年中の MLB デビューが個人的に楽しみなトッププロスペクトについて話していこうかなと思っています。毎年楽しみな若手のスター候補が出てくるのが MLB の醍醐味の一つともいえ、昨年は共にリーグの新人王に輝きましたが、コービン・キャロル、ガナー・ヘンダーソンとルーキーやとは思えないくらいチームに大きなインパクトをもたらし、チームの躍進に貢献した選手たちもいましたよね。そういう感じで今年はどんな選手が出てきそうか。今回はまだ MLB でのプレー経験はないけれども、2024年中におそらく MLB デビューするであろう選手たちに絞りまして、まあほぼ現在の MLB トップ10レベルのトッププロスペクトたちを知ろうみたいな企画にはなっちゃいますが、そういった選手たちをご紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。まず一人目はブルージェイズのリッキー・ティードマン。2021年ドラフト30名指名を受けた先発左腕ですね。先発投手らしくがっしりとした体つきで、少し低めのリリースポイントから平均で90マイル中盤くらいの速球に、共に武器となりうるスライダー、チェンジアップも操る選手で、昨年は少し予習球が多かったものの、先発上位クラスとしての活躍を見込めるポテンシャルの持ち主、プロ1年目の2022年19歳のシーズンでダブル A まで到達し、3回走合計18先発で防御率 2.17 と好成績を残しまして、うまくいけば昨年2023年中のメジャー昇格、ブルージェイズの先発ローテーション入りというところも期待されていました。ただ昨年のティードマンは怪我に苦しんでしまい、4回走合計15先発44回を投げて防御率 3.68、 メジャーで投げる機会もなかったと、怪我で少し評価を落としてしまいましたが、ただシーズン後のアリゾナフォールリーグでの4先発は上々の内容でしたし、ブルージェイズの先発陣も特に昨年大スランプに陥ったマノーアがどうなるかが全く未知数ですから、ティードマンは開幕マイナースタートとなる可能性が高そうであるものの、コンディションの良さを示せれば今季どこかでチャンスをもらえるのではないでしょうか。2人目はパイレーツのポール・スキーンズ。昨年のドラフト全体1位指名を受けた先発腕ですね。スキーンズは昨年ルイジアナ州立大学で圧巻のピッチングを見せまして、19先発で防御率 1.69、 対戦した全打者に占める奪三振の割合は驚異の 45%、 最速102マイル平均でも90マイル後半という爆発的な速球に、スイーパーが大きな武器で、気持ちいいくらい打者を圧倒するようなピッチングを見せてくれた選手ですが、プロの先発として活躍するため、現在はツーシームやチェンジアップの改善にも取り組んでいるようで、フォーシームとスイーパーに続く3球種目がここから出てきたら、より完成度上がりそうなのかなと。ドラフト後プロでは6回と3分の2しか投げませんでしたので、まずはマイナーで先発ローテーションを守る経験を少し積むことにはなるでしょうが、実力的にはすでに申し分なく、プロのスケジュールについていきつつ、結果を残せれば今季途中のメジャーデビューも夢ではないでしょう。大学時代のスキーンズのピッチングがアマチュア選手のプレーとしては久々になんだこれやべえと興奮させてくれるものでしたので、早くメジャーで投げる姿が見たいですね。3人目はレンジャーズのワイアット・ラングフォード。昨年のドラフト全体4位指名を受けた外野手ですね。ラングフォードの強みは現時点で完成度の高い打力にありまして、パワーとアベレージの両立をしつつ、アプローチ面も成熟していて、スイング判断も優れているという弱点の少なさも際立つ選手。昨年ドラフトされてからすぐにマイナーで頭角を現し、最終的には早くもトリプル A まで到達してしまったんですが、どのレベルでも苦しむことはなく、4回走合計44試合に出場し、打率3割6分、少ないサンプルとはいえ全ての回走で WRC プラス177以上を叩き出しています。これだけの結果を出していましたので、昨年のプレーオフのタクシースクワットにも入っていましたね。打撃がずば抜けている反面、守備には課題が残り、平均以下の両翼タイプとはされますが、これだけバッティングでインパクトを残せれば守備のマイナスとか関係なくチャンスを与えられるでしょうし、特に昨年終盤同じレンジャーズでエヴァン・カーターが見せたインパクトを考えたらね、ラングフォードも期待しちゃいますよ。すでに強力打線を誇るレンジャーズですが、シーズン途中にこのラングフォードが加わってさらに強くなる未来もありそうです。4人目はナショナルズのジェームズ・ウッド。もともとは2021年ドラフト20名指名をパドレスから受けた外野手ですが、2022年夏の外のトレードでナショナルズ移籍し、現在は MLB でも有数のプロスペクトとなっています。2メートル近い大きな体から生み出されるパワーは本物で、フィールド全体に飛ばす力を持っている選手。昨年はハイ A とダブル A 計129試合でホームラン26本を記録しています。非常に体が大きいのですが、その割に平均以上のスピードも持ち合わせており、さらに成長することで両翼に回る可能性は指摘されながらも、センターに留まれるかもしれないという声もあるほど、将来的にメジャーで30本以上打てるかもしれないパワーを持ちながらセンターに入れたりすれば、非常にダイナミックな選手としての未来に夢を膨らませてしまいますが、一方で三振の多さはウッドの大きな課題。昨年は549打席で173三振、割合にして 31.5% と、さすがにマイナー時代からシーズンの三振率 30% 超えは危険水準であります。彼のメジャーでの成功もここをもう少しコントロールできるかにかかっていきそうですが、とはいえウッドのパワーはやはり魅力ですので、早くナショナルズ打線の中軸を担う姿は見たいものです。5人目もウッドと同じくナショナルズの外野手となりまして、ディラン・クルーズ。昨年のドラフト全体2位指名を受けた選手で、先ほど出てきたスキーンズとは大学時代のチームメイトでもあります。
大学最終年に打率4割2分6厘を記録し、ハードヒットも安定して量産できるなど、オールスター級のポテンシャルを秘めたクルーズの打力にはかねてより注目が集まっているところですが、昨年のドラフト後もシングル A レベルでは全く問題なしといった感じでした。ダブル A に上がってから少し当たりが止まってしまい、おそらく今季の開幕もそこで迎えることになるのかなと思っていますが、打席でのアジャストも上手い選手とはされますので、攻略するのも時間の問題ではあるでしょう。すべてのツールで平均以上となる可能性があり、特に攻撃面が秀でたオールスター級のセンターになれそうな点、プレミアムな選手で成長する可能性を秘めた存在と言えそうですし、ウッドと共にナショナルズの外野陣、ひいてはナショナルズの未来を牽引する存在になってくれることをチームも期待しているはずです。2024年がその第一歩となることを今は楽しみにしたいですね。6人目はブルワーズのジャクソン・チョーリオ。今度の3月にようやく20歳の誕生日を迎える外野手で、先日 MLB デビュー前の選手としては史上最高額となる8年総額8200万ドルの契約延長をブルワーズと結んだことも話題になった選手です。パワーとスピードで特に秀でた才能を持った選手で、そのコンビネーションが彼のゲームの中で大きな魅力ともなっているわけで、将来的にはメジャーで30本30盗塁の30-30を狙えるセンターのオールスターと期待する声もあるほど。まだ19歳でしたが、昨年ダブル A で開幕を迎え、前半戦はバッティング面で苦しみましたが、これは MLB が滑りにくいボールを試験運用していた影響も大きかったようで、通常のボールに戻ってからはダブル A への適応も見せていましたので、今後に向けて大きな問題とはならないのかなと。スイングの判断についてはまだ課題は残すようですが、とはいえこのタイミングでブルワーズも調理をと契約延長してきたあたり、今季から本格的にメジャーでの戦力として計算している証拠だとも思いますし、純粋に彼みたいな才能の塊みたいなタイプの選手のプレーは見ていてワクワクしますので、早く上で見たい選手の一人ですね。そして最後、ジャクソン続きですが、オリオールズのジャクソン・ホリデー。2022年ドラフト全体1位指名のショートにして、現在の球界ナンバーワンプロスペクト。お父さんが MLB でも活躍したマット・ホリデーであることは有名ですが、その息子もやはりバッティングで特別な才能を持った選手で、ヒットツールに関しては本当にエリート級ですね。昨年がフルシーズンとした実質高卒1年目だったはずですが、早くもトリプル A まで到達しまして、マイナー4階層合計での打率3割2分3厘がヒットツールのレベルの高さを物語っています。パワー面はまだまだ成長途上とはされますが、徐々についてきているようで、個人的に驚いたのが、中継映像では逆方向にボンフライにしか見えないように上がった打球が最終的にスタンドまで届いたのを見まして、これで成長中とか嘘だろうと思った記憶もあります。ショートとしての動きも特に問題なく、まだ20歳になったばかりですが、もはやマイナーでやるべき宿題も多くは残っていないような状態で、開幕ロースター候補にも頻繁に名前が上がっていますよね。ヘンダーソンと二遊間を組むのか三遊間を組むのかは分かりませんが、これから長い間オリオールズの内野陣をガッチリと支える黄金コンビになっていくと思いますし、ラッチマンなどと一緒に強いオリオールズの象徴的存在となってほしいですね。という感じで、2024年中の MLB デビューが楽しみな選手たちご紹介してきましたが、まあどのタイミングで上がってきそうかはともかく、全員メジャーで大きなインパクトを残しうる素質を持った選手たちですから、本当に楽しみです。トッププロスペクトの存在は時にペナントレースの行方を左右することもありますし、特に昨年終盤エヴァン・カーターがレンジャーズに与えたインパクト抜きに、あの世界一は語れないと思いますから、そういった影響も含めて今回特にここに出てきた選手たちには期待したいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。